はい、皆さんこんにちは、秋葉仁です。今回はですね、旅先でビデオ撮ろうと思った時ね、こうやってビデオを撮りますよね。その時に、どうしても音声ってここの部分で拾うじゃないですか。そうすると雑音もものすごいし、それからちょっとカメラで離れたところの話し声ってなかなか撮りづらいですよね。で、被写体がいて何かレポートをこうずっと流すように撮ろうと思っても、このねマイクだとやっぱりね撮りにくいんですよ、雑音ばっかりでね。道路なんか歩いてたらもう車のブオンブオンだらけですよね。で、映像は綺麗に撮れても音声が撮りにくくなってくるんです。で、じゃあガンマイクをつけました。でもガンマイクもやっぱり向きが変わってしまって喋るとどうしても声ってずれちゃいますよね。そこで今回はいいものをご紹介したいと思います。これワイヤレスマイクの受信機なんです。で、これをソニーから出してるんですが、今までは業務用で出してたんです。だけども今回はちょっとお安くなって出てきました。これね、ものすごく便利ですよ。何が便利って、ソニーから通常のように、僕もこれ使ってんだけど、ここね、これマイクなんですけど Bluetooth なんですよ。だから若干いろんなものの影響を受けやすいと。だけど外で撮るんであれば、これはよく、ライブハウスなんかでも使われているあの UHF30 チャンネル、 B 帯の30チャンネルの中から自動選択で、空いてるチャンネルをやってくれるのですごく便利です。で、これ取り付けるとどうなるか。